木製のダイニングテーブルと椅子そば屋のテーブルテーブルは平らな甲板を足、支柱または側板で指示し、食事または作業に使う台、机の一種、家具の一種である。西洋においては椅子と並んで最も基本的な家具の一つで、日本では机及びテーブルとして家庭用品品質表示法の適用対象となっており、 雑貨工業品品質表示規定に定めがある。テーブルの語源はフランス語のテーブル及び古英語のタブレーの両方であり、ラテン語で板を意味するタブラの派生である。俗ラテン語ではタブラが元来持つ意味を示す語はメンサに変わった。古英語ではこの意味はボードとなった。看板にはオークやウォールナットなど良質の 色やキメの美しい木材などに模様を寄せ木細工であしらった飾り板も用いられる。甲板は装飾性以外に耐水性、耐熱性、耐薬性、耐圧性などの性質を備える必要があるため、大理石、ブロンズ、桃板のほか、現在ではパーティクルボードにメラミン化粧板を貼ったものやプラスチックにガラス繊維を入れたものなども使われている。なお、 テーブルの甲板にはテーブルクロスが敷かれることもあるほか、側面部分にはひだ状のテーブルスカートが取り付けられることもある。枚線で整えられたディナーテーブルテーブルは由来、形式及び使用目的に応じて多様な形状、高さ及び素材で作られる。すべてのテーブルは平面の甲板と一つ以上の支柱、または足の基部で構成される。一脚テーブルは 中央に一本の支柱を持ち、テーブルは自立、または壁際の設計である。テーブルの看板は事実上どのような形状も可能であるが、長方形、正方形、円形、またはオーバルの看板が最も多い。長テーブルは追加の足を持つことが多い。立っての、またはスツールに座っての使用のために看板が高いテーブルもある。看板の位置や、 大きさを調整できるテーブルも多数ある。折りたたみ看板、または引き出し部品で看板の形状を変える。例えば、キャンプ用の全体が折りたたみ式のテーブルもある。列車や航空機では固定、または折りたたみ式の小さなテーブルがあるが、テーブルというよりは多くは便利な棚である。看板にチェスボードが組み込まれた、チェステーブルベッドサイドテーブルゲートレッグテーブル用途に、 よって、リビングテーブルとダイニングテーブルの2種類に、大別される。歴史上最古の現存するテーブルは、エジプト第17王朝の木製テーブルで、長方形の甲板を4脚の角柱で支え、足の補強に抜きを持ち、中世になると、大型化し甲板と足が分離できる可客式の構造になり、また、小さな丸テーブルと初見台を組み合わせたような、ライティングテーブルが普及した。 ルネザンスになると、上流貴族の定館に食事専用のダイニングルームが置かれるようになり、看板と足と抜きは固定され、豪華なテーブルが流行し、様々な種類のテーブルが作られた。17世紀の後期頃から、生活様式の多様化と住宅内に多くの部屋が設置されるにつれ、テーブルの種類も増加、サイドテーブル、ドレッシングテーブルなどが現れ、18世紀には、 フランスの上流階級の間でコーヒーが流行し専用のコーヒーテーブルも生まれた。19世紀末になるとテーブルは装飾的なものから機能性を重視する傾向を示した。日本では楓7年4月、料理屋桃川が江戸で初めてテーブルで料理を提供した。ありがとうございます。